こんにちは、イワーズです。今回はライズ専用 LED ルームランプ取り付けていきたいと思います。まず純正のレンズを外していきます。で、こういう工具が中に入ってますを使っていくんですけど、こうやってやっちゃうと傷がつく可能性が出てくるので、この部分ですねに、爪がある部分っていうのにマスキングをしていきます。ちょっと準備してきました。つけていきます。こんな感じ。ここですね、爪の箇所ここになるので、中心になるようにピシャッと。まあ、これ内側に爪があるんですけど、こっち側にもあるんですよね、外側と内側と。で、内側から外した方が簡単だと思うので、こちら側につけていきます。よいしょ。はい、レンズ取り外していきます。工具ですね、使います。で、この爪のところをグッと起こしてあげる。こんな感じですごい簡単に浮きます。こっち側外してあげたら、もうあとはスポット抜きます。こんな感じで、こっちも取り外していきます。さっきと同じ要領で内側に爪を入れてグッグッと押してもらって、こっちが引っかかってるんで、その部分を取ります。はい、レンズ外しました。次、電球が純正に入ってます。なのでつけてたりとかするとむちゃくちゃ熱くなってます。なので気をつけてください、この部分ですね。反対側もですね、同じように、これ引き抜くだけです。引き抜くだけで大丈夫です。はい、LED ルームランプ取り付けていきます。で、ですね、まず差し込んで両面テープとか剥がす前にですね、とりあえず差し込んでみて、極性があるのでつかないかどうか確認ですね。ここつきませんね。この場合は一回引き抜いてもらって、くるっと入れて、反対側も同じようにつけていきます。そして、大丈夫そうですね。点灯確認まで行いましたら、実際に貼り付けていきます。商品裏の両面テープを剥がしていきます。よいしょ。実際に取り付けていきます。ちょっと見にくくなるんですけど、よいしょ。形もすごい綺麗にはまりますね。はい、商品裏の両面テープですね。よいしょ。実際に貼り付けていきます。必ずですね、点灯確認は行ってください。よいしょ。くらいかな。よし。はい、説明になるんですが、弊社のですね、LED には原光調整っていうものがついてますですね。このこっちが今 100% になってるんですが、3段階あります。で、お好みの明るさで変えてもらえるんですけど、この黒いつまみの部分ですね、この黒いつまみ見えますかね、この部分をカチッカチッと下に下げれば、どんどん明るくなっていきます。 100%、70%、40% ですね。お好みの明るさでお使いください。それでは今回は 100% で取り付けていきたいと思います。カチカチッと。はい、それではレンズを元に戻していきます。もう爪があるので、そこにカチカチッと入れて込んでいくだけですね。上からはめるだけです。はい、こっちも同じように取り付けていきます。はい、ではマスキングテープを剥がしていきます。よいしょ。はい、で、フロントルームランプですね。はい、こんな感じです。はい、それではフロントルームランプに続いてリアのルームランプ交換していきます。はい、フロントルームランプと同じようにですね、リアのルームランプユニットに傷つけないようにマスキングテープをしていきます。
レンズを外していきます。爪の箇所がですね、見たら分かると思うんですが、ここの部分とここの部分にあります。なのでここのところにこう入れて、でこの指で起こしてあげるような感じですね。でこっちも同じようにクッと起こしてあげてください。するとすぐポロッと取れますね。はい、純正球外していきます。おっと、引き抜いてください。はい、はい、それでは、取り付けていきます。これですね。で、フロントと同じようにですね、曲線がありますので確認を行ってください。待ってましたね、こっちですね。また商品裏の表面テープ剥がしていきます。で、配線をまた奥に入れてですね、線が表に出ないように、グッグッと押し込んであげてください。レンズ戻していきます。こちら側から入れて、こっちを上からグッとグッと、マスキングテープを外して、よいしょよいしょ。はいはい、それでは取り付け終わりました。フロントの2箇所とリアの1箇所、こっちですね。はい、終わってます。で、もう見てもらったら分かるんですけど、全然違います。純正の白熱球の明るさと比べればですね、もう夜とかですね、物本当に下に何か落としてしまったなとかってなった時、すごい見やすいです。なのでぜひお試しください。